その後予選1回目を3時からスタートします。組み替えがあります。
もないとやっぱりちょっとしんどいんだよね、味が。摩擦してることですからね。摩擦がないとダメなんだけれども、ものすごいスベスベなんですよ。でもスベスベ。こんなのはいらないんじゃんと思うんだけど、自分で。まあ、そうなんですよ。なんかなかなか不思議なんだな。吐き渡る。あとはモゲさんみたいにモーターを持ちますか、家を次は先っぽに筆つけて字書き込むときあるらしいなんでさ、モゲさんのモーターあんなにモーターマントから飛び出てんだろうと思ったらさ、なんか細工師やなモアさんはすごい細工師だ。ひそかに魔改造がだいぶ入ってるんで、フロントスプリングとか、うん、手動でちょっと伸ばすみたいな。あ一切そう定量性がないんで、再現性がない細けー次だけ YouTube で探す。それはできないさすがに。次だけの番組で見たことない。すっげーうまいよ人が手で書いてみたいな字すっげーと思ってユンボ、はい、どっちで行こうか。極めるとあんなすげーんだ自分の手のやり方。そうかな、どの世界の達人っていうものなんて言われてる。そうか、これさやっぱりまだいいですわ。全然スタート。あ、了解です。こいつ愛してるんで。そんなにまあまあある。いや別にいいっすよ。そんな気づかなくていいっすよ。まあ気分が乗ったら、ね、いつでもやります。何年ぐらい最高位？六年。はい。本当に？最高位。でも長持ちですよ。これすごいな。これのね、踊ってるしかな。できるわね。シューズバーって広い。靴がすごい。ここまで来たら10年ぐらい行こうかな。抜かない。逆にそれは追い越すぐらいからスタートしちゃった。でも12シーンってその当時からずっと変わってないですか。戦略としてあるのかな。ただやってもいいのかどうかは活躍に聞こえてくる。ここは12シーンからずっと止まってくるね。まあ当手柄が開始なんで。ダイヤフラムを交換するとカーボンの方向へ取るとかね。オリにも入ってるんだよね、それね。オリンも入ってる。デフォルトだって入ってる。6年なんかスムーズじゃないかな。まあ、あれじゃない、あの外れなんじゃないの。リーダーがちょっといびつとか。そう、外れの可能性がすごいあって。そうそう、デカラジノみたいにちゃんとアルミとかで出てるわけじゃない。2人やった。2人やった。はい、それでは予選2回目、これが予選は最後になります。フラッグピススタート。フラッグピス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはキム MM にワイナロー、コマーンナロー。そういうのあるから、うん、どうやって組んでも2本組んで500番と600番で同じになるとか必ずこいつは100万と叩けないと同じ。さあ今日予選2回終えて上位3名 A メイン確定します。 B メインから2名勝ち上がりできます。3名 A メイン確定です。だからジェノバと遊ぶに最高のモデルからね。面白いね。何歳からですか。はい、日暮らし山田 OK です。小林選手を待ってます。はい、それでは電車ポンド OK。 それではキムプラクティス終出走順レースを開始します。失礼、ま、間違えました。間違えました。レース終了です。マシンを回収してください。出走順1人ずつ、日暮らし、山田、小林、この順番で行ってください。それではスタートします。3分間スタッカー形式予選最後です。レースを開始します。MM にスタート、ワイナロースタート、コマーンナロースタート。さあ小林ちょっと引っかかってたぞ。さあまず
山田かな、山田がと、いや小林です、小林、山田、日暮らしの順。さあレース3番目に入ってきます。小林がここで8秒49トップです。2番手が山田、3番手が鈴代日暮らしです。さあ山田選手譲ってあげてください。さあ小林8秒48まで来たが、その後ミスがあった模様。40秒経過、日暮らしここでベスト8秒97、小林、山田、日暮らしです。日暮らしは山田まで100分の7秒。50秒経過したところです。小林はね、今 A 面入りかけた戦いです。モラシと3番手争い中。このペースでいけばモラシの前に出る可能性あります。1分経過。さあ小林ここでベスト8秒441。ただ小林はね、この前、バックマーカーいます。タイミングですよね。さあ2番手が山田です。3番手が日暮らしです。その後ろからトップ小林が来ます。1分20秒経過、小林選手がミスった模様、トップでは帰ってきた。まだね、小林、モラシと同じ20周3秒表示だからまだ大丈夫です。折り返し、小林は10周目に入っています。2番手が山田 1.1 秒、3番手日暮らしが2秒6です。さあ前者が予選1回目のタイム超えてくる表示、中でもヒートトップ小林は3番手があります。日暮ベスト8秒936、2番手まで3秒。さあ日暮の後ろからトップ来ます。来たら譲ってあげてください。日暮ここでベスト8秒838、これ自己ベストです日暮。さあ依然として前者1回目のタイム超える予想。小林選手は諸橋の前に一旦出てきます。山田もね、1回目のモラシのタイム超えるよ。小林ベスト8秒360、3番手予想です。3番手予想、山田4番手予想。残り30秒、山田自己ベストペースだからね、初の20周、しかも超前半です。残り20秒、残り20秒。さあトップ小林が帰ってくる。18周目に入ってきました。山田もいいよ。日暮も自己ベスト、1回目のタイム超えますよ。残り10秒。さあ、小林大切に行きたい。19周目からね、20周目に入っていく。ここで3分です。MMM2 ゴール。はい、日暮ゴール。小林21入りました。これ大切だよ、小林大切だよ。ファイナルゴール。はい、山田ゴール20周8秒。レース終了です。マシンを回収してください。小林3番手入ってきました。諸橋の前に出た。山田選手も自己ベスト20周8秒です。日暮も1回目のタイム超えた19周2秒。日暮選手は自己ベストと同じ2秒で帰ってきました。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはモロノリ X。 モロア選手現在4番手、大江6番手です。大江は山田に前に行かれた形。モロア直径、はい、ポンダ OK です。それでは、プラクティス終了。出走順、諸橋、大江でお願いします。それでは行きます。レースを開始します。モロスタート。トリエックススタート。選手は小林の21周7秒がターゲットになります。まず諸橋が8秒4で帰ってくる。1周目ちょっとミスったが11秒台。モラシがトップです。2番手が大江選手、大江9秒28。30秒経過、大江選手9秒235。さあレース序盤、早くモラシが前出ましたか。1回ラップした形、6周目に入りました。 OS5 周目です。
50秒経過。さあこれモラスが8秒374を持ってきた。OA 9秒10ベスト。諸橋はね、小林どころか佐藤のタイム、総合2番手も狙えそうなペースです。1分経過、9周目に入ってきました。今ね、佐藤君が7秒でゴール予想、ゴールしています。諸橋も同じ7秒予想。10周目に入ってきました、トップ。さあ、OM はね、徐々にペース上げてきてるがね、まだペースアップ必要です。9周目に入っている。ここで折り返しです。2番手、大江がベスト、9秒052。諸橋が12周目に入っています。22周、7秒表示変わらず。佐藤と一緒です。7秒。大時計、残り70秒。さあ、諸橋が転んだのか。さあ、こうなると、あとは小林との3番手争いになります。一旦小林が前に出るという表示に変わっています。残り1分。小林選手は21周7秒でした。諸橋が今8秒予想、8秒予想。残り50秒。さあ、大江もね、1回目のタイムに近づいてきた。19周、今0秒予想、1回目と同じところ。8秒93ベスト大江。残り40秒切りました。さあ、諸橋は今度小林との3番手争い。同じ21周7秒表示です。18周目に入りました。トップ諸橋。大江がなんとか20周輸送に乗りました。20周8秒に山田がいます。大時計残り15秒。さあ大江が山田との5番手争い。この周は前に出てくるという表示があった。残り5秒。8秒84。2番手大江、山田の前に出てきそう。諸橋がファイナル入ってきました。3分経過しています。コールがあるまで走ってください。モロゴール、モラシゴール。21周5秒3番手入ってきました。モトレース終了です。マシンを回収してください。山田の前に出た5番手です。はい、最終ヒートは伊藤選手と佐藤君。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは住職なろう、あの佐藤なろう。あマイクのテストです。そうですね、伊藤選手と佐藤選手は進めに A メイン決まりました。これに、諸橋選手を加えた3人が A メイン確定です。はい、2人ともポンダ OK。 プラクティス終了です。はい、それではいきます。伊藤選手、佐藤君の順でスタートしてください。それではいきます。レースを開始します。夕食なろうスタート。あの佐藤なろうスタート。さあ計測ラインを通ってからそれぞれ3分です。まずトップスタート伊藤が8秒50で帰ってくる。佐藤がそれを上回ってきた。8秒45で帰ってきました。1周目は佐藤伊藤。伊藤選手8秒46。さあこの周はトップは伊藤です。2番手佐藤100分の6。伊藤8秒39。佐藤同じく8秒39。100分の7秒の戦い。伊藤8秒30。さあ伊藤選手トップ、佐藤君が0秒24。今日の最速ラップ8秒96。佐藤8秒196をマーク。さあ再び100分の2秒差のトップ争い、伊藤対佐藤。伊藤選手トップです。2人とも1回目の予選タイム超えてきます。1分経過。佐藤がちょっと見せた0秒1の差でしたが、トップ争い
さあ佐藤は1回今の周10秒台、伊藤選手が現在10周目を走っています。1回目のタイム超えてきそうです。伊藤選手1回目は22周確か5秒0でした。それを超えてくるんじゃないかという予想。伊藤選手折り返しです。佐藤はこのヒート伊藤選手は2秒3です。さあ伊藤選手この時間帯ペース上げてきてますね。3秒予想です。3秒予想自己ベストペース。大野家残り70秒切っています。大野家残り50秒。さあ佐藤もペース戻してきた。1回目の自身タイム超えるとこまで来ました。残り40秒、2人ともが1回目のタイム超えてみせるというペース。残り40秒です。さあこの時間帯は佐藤タイムがいいです。伊藤選手の差を詰めてくる。 1.7 秒。残り20秒、伊藤選手が20周目に入りました。佐藤もそれを追って間もなく20周目に入る。残り2人とも2周。大時計残り10秒。斉藤が自己ベストペースです。うん、佐藤がミス。大時計はここで3分コールがあるまで走ってください。夕食なるゴール。伊藤選手ゴール22周4秒に自己ベスト更新。 TQ 確定です。アナウンス終了です。マシンを回収してください。はい、 A メインは伊藤、佐藤、諸橋選手で決めます。残りの4名で B メイン2人勝ち上がります。はい、 B メインは小林、大江、山田、日暮らし。3分一発勝負、2人勝ち上がり、25分スタートします。 B メイン決勝は25分スタートします。
3分一発勝負を行います。それ俺もやりたかった。
半分で止めるんだ、半分で。そうそう。今スタート練習しなしたじゃん。はい、それではそろそろ時間になります。小林、大江、山田、日暮らしの順で立ち位置決めてください。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはコマーンナロー、ノリ X、ワイナロー、ヒグ MM2。 さあ3分一発勝負の B メイン決勝レース、2人勝ち上がります。小林選手の過去ベストは21周3秒、防衛が21周8秒、山田選手が今日確か20周入りました、8秒かな。そしてヒグラ選手が19周の2秒がベストです。はい、ポンダーの確認してます。小林は OK です。小林は OK。 決勝でポンダーに。はい、小林と日暮らし OK。 はい、あと誰だ、山田選手も OK、 あと大江選手待ってます。はい、電車ポンダー取れました。それでは並べますよ。コマープラクティス終了です。よいしょ。はい、前から小林、大江、山田、日暮らし。はい、佐藤君ありがとう。それでは行きます。ナロークラスサンデーレースの B メイン決勝レース、3分間一発勝負です。レースを開始します。おお、普通のスタートでした。さあ、後方では山田と日暮らしが接触している。日暮らし選手は最後尾か。トップ争いは小林、大江、0秒5。3番手が山田選手、4番手が日暮らし選手となっている。さあ、大江がねついていってます。小林選手のトップ争い0秒7ぐらい。さあ、これ日暮らしが8秒80、おそらく自己ベストです。4番手の日暮らしが自己ベストを出して、3番手山田との差を詰めています、この時間帯。さあ、小林が8秒661、このヒートの最速タイム。日暮選手後ろから2番手来ます。日暮選手現在4番手、2番手の山田、3番手山田がベスト8秒68、大江2番手8秒82、日暮さん後ろから2番手です。50秒経過したところ、山田現在3番手、勝ち上がりまで4秒ぐらいある。応援を追っています。1分経過。トップは小林選手、9周目に入ってきました。大江選手が 1.1 秒差、2番手。3番手山田が4秒3。そして日暮らし、ここで自己ベスト8秒779をマーク。4番手日暮らしに自己ベストが出ています。さあ、そして大江が日暮らしを挟んで突破で日暮らし転倒。大江なかなかいいよ、大江なかなかいいよ。前あれトップだからね。で、山田選手後ろからワンツー来てます。山田選手現在3番手。1分50秒になるところ、
大谷転んだ。さあ大丈夫か大丈夫か、これで山田が迫ってきますよ。山田大江まで5秒ぐらいかな。残りが間もなく50秒になるところ、小林がトップです。2番手日暮、失礼、大江、3番手山田が3秒差、4番手が日暮を迫っている。さあここで日暮が自己ベスト8秒68、小林ベスト8秒59。さあ山田がね、大江と同一周回、勝ち上がり対決は残り間もなく30秒、4秒7ぐらい、残り30秒。トップ、小林が1人21周回ってくるという予想。19周目に入っていきました。残り間もなく15秒、応援20周予想、19周目に入ってきます。残り10秒、日暮はね、レース後半ペース良かったよ。自己ベストも連発しました。ボード計ここで3分です。ファイナルゴール、はい、山田3番手でゴール、2番手まで3秒6でした。ノリ X コール、UMM のコース終了です。マシンを回収してください。9秒でーす。勝ち上がりは小林、大江選手の2人。はい、それでは小林選手と大江選手は勝ち上がりの準備をお願いします。勝ち上がりですよ、小林大江選手は勝ち上がり。はい、それでは伊藤選手から、あれをお願いします。くじ引き。1、佐藤君。5、次諸橋さん。5、2番、次が小林さん。小林さん、うん、で最後が大江さん。4、最後が大江さん。8、榎本を継ぐ者はいなかったね。さあ A メインは一発勝負、6分間の戦いです。ポールスタートは伊藤選手、過去ベストがいくつだったかな、43周3秒、佐藤君が2番手から43周8秒、諸橋42周0秒、小林選手が40周3秒、大江選手は A メイン走るのは今日初めてです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは住職なろう、あの佐藤なろう、モロコマーンなろう、ノリ X。 OK、 はい、全車取れました。 OK です。住職プラクティス終了です。はい、それでは並べます。伊藤、佐藤、諸橋トップ3、そして4番手小林、最後尾から大江が行きます。6分1回、6分1回です。はい、それではサンデーナロークラス A メイン6分間一発勝負スタートします。レースを開始します。さあ大江が前に出たかな、4番手最後尾スタートの大江選手は一つポジション上げたい模様。さあトップ争いは伊藤、佐藤、諸橋、これが0秒9の中に3台が入っています。さあトップは伊藤選手変わらず、すぐ後ろに佐藤0秒3、諸橋0秒9、
4番手が大江、5番手が小林選手、大江8秒、9秒6、大江9秒6です。さあ、そして2番手佐藤がヒートの最速8秒295をこの時間マーク、それを塗り替えた伊藤選手8秒258、トップが最速です。はい、ありがとうございます。小林選手ボディが取れちゃったのか。あ、いや、転んでますね。はい、ありがとう、マーシャル。1分経過。あ、諸橋選手はタイヤが取れたという情報。4台になります。あ、佐藤選手は今度止まった。ちょっと諸橋さん見てあげて。さあ、これコース上何台、3台になっちゃったのか。さあ、順位整理します。今小林ベスト8秒69、トップは変わらず伊藤選手です。伊藤選手は自己ベストをかかってます。自己ベストをかかってます。2番手に大江です。今回 A 面初走行の大江が2番手、5番手スタートのマシン、そして同じく勝ち上がってきた小林が3番手です。小林ここでベスト8秒6、大江まで3秒1。1分40秒経過。佐藤マシン直ったのかな。直ったけどこけた。4番手でコースに復帰してきました。2周の差があります、小林と。1分50秒経過。トップは伊藤選手、自己ベストペースです。2分経過です。大江が2番手、そしてそれ、あ、小林が抜いたかな。抜きましたね。小林2番手浮上、3番手が大江選手。さあ、佐藤はこれで大江とはあと1周差です。あー、小林がこけた。さあ、これまた佐藤が3番手まで返り咲く可能性が出てきます。2分30秒になるところ、トップは伊藤選手、変わらず自己ベストペース。2番手大江、3番手小林、4番手が佐藤選手です。さあ、ここでベストは小林、8秒50、まだ3番手、大江まで0秒6。うわ、争ってる似合い。さあ、絡んじゃうとね、佐藤が来ちゃいますよ。これでね、もう一回抜かれたら同一周回じゃないかな。さあ、トップは変わらず伊藤選手、自己ベストペース、この混戦の中でも守っています。2番手が大江選手、3番手2番手に小林、3番手大江です。佐藤が同一周回に戻りました。もう1回抜くと、3番、2番まで可能性あります。3分15秒経過。佐藤は大江まで4秒2。大江現在3番手、間にトップを挟んで大江、佐藤の3、4争い。さあ、これベストは大江、9秒47。ただ無情にも佐藤が近づいてきます。大江の後ろ、大江あれが、大江3番手です。そのすぐ後ろ4番手佐藤、譲ってあげました。これで佐藤が3番手浮上。ただ佐藤は小林までは7秒ぐらいあります。小林までは7秒ある。小林現在2番手です。まもなく大時計4分を指します。斉藤選手はね、この中でも自己ベストと同じところぐらい、43周3秒予想です。現在30周目走ってる。2番手が小林、3番手が佐藤、4番手大江、5番手が諸橋という表示。小林ベスト8秒38、諸橋選手も戻ってきましたね。再びコース上5台になっています。佐藤は小林まで6秒3。残り90秒。さあ、小林なんとかいろいろあったが勝ち上がってきて2番手の可能性があります。ここでベストは大江、9秒46、4番手のマシーン。5番手諸橋はここでベスト8秒50。残り70秒。さあ、佐藤が5秒ちょいまで来てるが残り時間が少なくなってきます。大江さん後ろから2番手ね。大江さん現在4番手走っている。5分経過、残り1分。さあ、佐藤が4秒4まで来ているが残り50秒。さあ、伊藤選手は43周3秒ペースを全く落とさず来ています。帰っていきます。トップ伊藤、39周目に入っていった。残り4。佐藤選手は小林まで3秒7。
残り30秒、小林耐えられるのか。2番手小林が帰ってくる。36周目に入りました。残り2周、大時計残り15秒。ここでベストは大江9秒39。さあ伊藤選手はバックマーカーと接触あったかな。帰ってこないか。帰ってきました。ファイナルラップに伊藤選手入っています。ここで6分、モロゴール、あの佐藤ナローゴール、はい、モリエックスゴール、大江ゴール、モロハスゴール、重色ナローゴール、トップゴール、コンプライアンス終了です。マシンを回収してください。優勝は伊藤選手、2番手小林、3番手が佐藤君、4番手大江、5番手がモロハス選手でした。練習